はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、黒米スピアンです。チャンネル登録じゃねえよ、それは終わりないさすがに。じゃあね、前回のあらすじ、可愛い女の子がカフェのね経営をしたい、働きたいって言ってるので、その子の夢を叶えるために俺が一肌脱いじゃいます。この、魔法の鍋とやらをね取ってくればいいんでしょ。おお、スピニャン、よく来てくれた。スピニャン、噂で聞いてるかもしれんが、わしはキャッスルタウンにカフェを作ったんじゃよ。働く人を考えていないのによく作ったね。料理を作り出す魔法の鍋がなくなってしまったんじゃ。料理って魔法で作るもんじゃないからね。なんかで最近街を騒がせているお化けのせいではないかと考えておる。いや、違いますね。ひょっとしてお化けを倒せる魔法が何か使えるのか。いえ、使えませんと言っておけば、今後働かなくて済みそうですね。消えた魔法の鍋探し出してくれるのか。あー、うなずいちゃった。終わったわ。消えてくれないかなんて頼もしいんじゃ。カフェの開店準備を進めて待っておるぞ。カフェで働きたいという子がいるんですが、ちなみに俺は働かなくてもいいと思ってますね。なんだ、そうか、どうした。はい、来るぞ。まったく、これに来れたら二度とかかってくるんじゃないぞ。お、なんか宝箱2つはあるんだけど。あ、もう出てきたわ。お、奥にもある、奥にも。ラッキー。何これ、星形の貝殻。転送いいぜ。余裕。まったく、口ほどにもない奴らと喋ってないけどな。アイテムたくさんだわ、ありがてえ。これで素材集めをするんだな、要は。転送、シュン。テレポート完了。ボスバトル。危ね、終わったわ。必殺技がもう使えねえ。グッフォ、いって見えねえしな。あ、倒したわ。余裕だわ。魔法の鍋ゲット。ここにいたらどうなるんだろう。わあ、移動させられたわ。よし、アイテムゲット。しょぼ、その辺で手に入るじゃんこれ。まあ効率はいいのかもしれないけどな。おお、よくぞ戻った。スピニャ、なんかよくある RPG みたいな話し方だなこいつ。おお、これは確かに魔法の鍋じゃん。うん、へえ、何？あ、それならさっきいい子いましたよ。で、さっきいい子いま、え、俺？あの子の夢壊しちゃうじゃないですか、俺がなったら。それは驚きますよ。あの女の子の方が絶対売れますもん、可愛いから。そうか。じゃあ、俺の秘書としてあの子を。わーい、オーナーのお菓子だ、わーい。今日から俺もオーナー。俺の名前知ってんの？さっきの子じゃん、超美人。はい。じゃあぜひ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 。ちょっと目がやる気できらめいておるの。俺よりこっちの方がいいんじゃないの？俺も応援するわ。オーナーと店長。まあ店長ならいいんじゃない。
じゃあ、あとはこいつに任せていいってことですね。俺はオーナーやりたいとは一言も言ってないので。スピニャン、オーナーになる。マジ？じゃあ、あの子のとこ行くか。もしかして彼女になってくれるかな。ああ、ダメ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 。そんなこと言っちゃダメよ。いい？いくら可愛い女の子が目の前にいても、俺には春菜ちゃんがいるから。ダメダメ。浮気だけは良くない。ダメよ。俺には春菜ちゃんがいる。さっきの、あ、この子さっき、あの子と親友でしょ？ちょっとあの子働き始めたらしいから。何この子？すごいじゃない。なんか褒めてんね、こちら。お化けのことだけど。普段は隠れてるんだけど、時々街に現れたらみんなを困らせる厄介者なんだよ。じゃあこのすごいじゃないってよ。君のおかげで工房が再開できたんだって？お、イケメンに褒められた。この街の英雄だわ。でも時折新宿に帰んなきゃいけないから、そこが欠点だよな。時折っていうか、あっちがメインだからね。なんかめっちゃ踊ってるんだけど。オーナー待ってましたよ、だって。めっちゃその格好かわいいじゃん。何？いや、だからその格好めっちゃかわいいじゃんって言ったんだよ、今。かわいいよ。何これ、何それ着ろって言ってる俺に。断る。やっぱオーナーはなんか別のねあれにしたいよね。ちょっとね、俺ねさっきずっと思ってたんだよ、このハンドアクセそろそろ外そう。杖持っとこう、あのお化けがいつ出てきてもいいようにね。オーナーいよいよ開店準備ですね。はい、何でしょう。カフェ。じゃあね、ちょうど目の前に稲妻ちゃんがいるので、ナノデスカフェにしとこう。あ、ナノデスカフェ。え、あった。で、ここでね、びっくりマークを入れるっていうね。ナノデスカフェ！ナノデスカフェ！わっけわかんねえ。でもこれでいいや。ナノデスカフェ。はい。お、喜んで生まれたわ。いやー、普通リアル世界で考えたら、確かに客来そうだな。そんな名前の店。やりましょう。せっかくなので、お、これいいの楽しそうじゃない？マジで。じゃあ、何？お料理？結構丁寧な言い方するんだな。する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 。お料理を作る。お料理って言い方あんましねえよな。飯を作るとか言わねえもん。わあ、とっても美味しそうですね。美味しそうって言えば、それだけでいいのかな。大臣、早い早い早い、いつ早い行動が。まだメインないけど、いいの？いいんだ。来たよ。そうか。お休みをいただいてって、こんなことでお休み使っていいのか、お前。まあ、あの城でも休みじゃなくても自由そうだけどな。何これ、見てなきゃいけないやつ？安らぎカフェラテ。安らぐか、あれで。お前今、大臣のお腹にぶつけてなかった？そうやって食べるもんじゃないからね、それ。飲み物だよ、飲み物。なんか食い方違くね、あいつなんか、ポテチでも食ってねえか、あれ。食い方的に。もう椅子ちゃんと戻しときよ。もう自動で戻った、すっごい。そんな機能ついてんの？マジ？でしょ、もっと褒めろ。
もっと褒めろ。大臣に褒められたら大臣めっちゃ宣伝してくんねえかな。でも店ここしかねえよ。でもカフェここしかねえから繁盛するかどうかわかんねえ気がする。あいつでもどこでも行ってんじゃねえの、うん、何これ。あ、ペコソ受け取れってこと。30円しか受け取ってねえよ。え、待って、金全部俺がもらえんの。じゃあお前らの給料どうなんの。給料なしで働くって言ってんの。それはやめた方がいいよ。いいよ、店の金の3割あげるよ。君知ってるかい、このカフェずっと準備中だったけど。さっきの知り合いじゃん、このさっきの友達じゃん。おー、すごく楽しみだわ。だってまあそうだろうなと思ったけど、まあ可愛い子に言われたら仕方ないやってやろう。リクエストからなので、このリクエストを進めていくと、料理をね、料理の種類を増やしたり、できるわけだ。する。初めてのお料理。お料理って言い方俺はあんましないんだよ。お料理。食事。まあ、このコーヒー一個だけじゃ物足りねえや、俺でも。テーマで選ぶ。初めてのお料理。初めてのお使いみたいな。イエーイ。あ、自動で言ってくれるのありがたいわ。いや、見込まれたもん何も。めっちゃ金入ったぞ今。リクエスト、スタッフの服をコーデ。そんなことできんの？じゃあまずダンサーは多分女の子の方がいいと思う。顔選べんの？じゃあ顔も選ぶんで、優しそうな子がいいよね。あ、この顔いいな。あ、これ外さない。この、これは絶対に外さない。保証する。この子は絶対外さない。で、女の子は、まあ普通でいいんじゃない？うわ、これは外さない。で、ホールスタッフ。女の子でしょ、やっぱ。で、これも顔選ぶわ、俺が。女の子でしょ？あ、こういう目つきでもいいな。ツインテールとかないの？あ、ないんだ。あ、これでいいや。で、こっちの方は金髪、金髪はや、あれな、あんま好きじゃないから。赤もあれだな、茶髪がいいかな。あと目はね、あ、こういうのいいよ。まあ普通でいいんじゃない。で、スタッフコーデとして、女性スタッフって各スタッフで、ダンサー、ダンサーを、今のところないので、まあ男性はこれでいいんじゃないか、一旦。そんで、ホールスタッフ。店長はね、可愛いからそのままでいいんだよ。スタッフさんはですね、こういう格好を、はい、お願いします。で、いいんじゃないでしょうか。めっちゃこだわったね、今ね。女の子に囲まれた生活。待って。ね、今思ったんだけどさ、真ん中の子だけじゃない、ダンスが変わったの。
金受け取っとくわ、とりあえず。全部俺に入るんだね。リクエスト。カフェコーデに、カフェコーデ、ああ、内装か。あ、確かにそれは重要だな。さっきもらったもんって併用できるんだ。じゃあ併用しようか。じゃあミッキー揃いで言った方がいいんじゃないの、これは。揃えた方が良かったりするんじゃないだろう。わあ、お店の雰囲気がとっても可愛らしくなりましたね。自分でやっとくっていうのはないんだな、この子。じゃあリクエスト続けますか。ミッキーテーマのお料理。でもまださ、料理残ってっからさ、無駄にしないように終わってからの方がいいんじゃないの。新しい料理作っちゃっていいの？あれ無駄になっちゃうよ。まあいいや、作んないと始まんないからな。ミッキーで揃えた方がいいんだよね、だから。でしょ？パーティーゲージを満タンにする。パーティーが開けるよ。じゃあパーティーやる？リクエスト。テーマポイントを5以上に。今何？あ、終わってたわ。いや、終わってんかい、すでに。待って、あのさ、スタッフの子めっちゃ可愛いな、やっぱ。自分でやっといてなんだけど。パーティー。やっていいの？じゃあ。やるよ。じゃあ、パーティーやるよ。これでしょ？おお、パーティーぞ。あ、ミッキーのテーマだとミッキーが、ほら、テーマごとによって変わるんだね、やっぱ。そうですよね。やったぜ、遊びに来てもらったぜ。でしょ、もっと褒めろ。そうだ。やだ。僕踊れない。僕踊れない。いや、上手に踊れるか心配しないね。踊れない。ダメだ、話聞いてねえ、こいつ。ダメだ、こいつ、話聞いてねえ。で、俺踊んの？ちょ、君も一緒に踊ろうよ、じゃあ。あ、この人知ってんな。あ、こいつも知ってんな。どうすればいいんだ？あれ、そういえば、スタッフの子たちは？あの可愛いスタッフの子たちは？見えんのかよ。早速首かよ、かわいそうに。いたわ。あ、やった、左見せた方がいいよ。あっちの方がかわいいから。右にいる男の子は、大して踊れない子なので。俺な。俺だけなんか違うじゃん、服が。あ、こっちの方がいいね。ミッキーみたいなもんね、みんなね。ミッキーとあの左の女の子ね。アピールタイムってなんだ。何それ。それはダンスって言わない。やっぱ俺はダンスができない。歌詞ついた方がかっこいいわ。俺の踊りなんで一パターンしかないんだよ。
左の女の子超可愛い。自分で作ってなんだけど超可愛いくってきた。なんで結局シンプルな女の子が一番可愛いんだよ。すごい。マジあんなクソみたいな踊りでいいの？あ、ありがてえわ。最高だよ。足ピョコピョコしてるだけで。ハロー、はじめまして。僕カメラくんだよ。えへへ。ちゃんじゃなくてくん。写真を撮りましょう。わあ、いいね。やったー。おお。3、2、1。はい。素敵な笑顔だね。俺だけモーション出せ。やったね。あはは。ですって。なるほど。もうお開きでいいと思います。よ、めっちゃ入るじゃん、金。うわ、早速金がいっぱい。これミッキーの金かな。あれ、あいつ金持ってそうだもんな。シールゲット。ここまでやって、やっと1シールなんだ。あ、 あと1枚いいじゃん。もしかしたらもう完売してる？これ。まあ、まさか、あ、見切れてるわ。新しい料理追加しとくか、じゃあ。さらにもらえんの？うわ、ありがてえ。リクエスト、特にありません。怒られちゃった。あの可愛いダンサーは売れるよ。間違いない。いちいちこのモーションいらねえな。あの可愛い女の子は売れるね、この子。何？何？何だったんだろう。とりあえずね、今日はここまでとなります。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではね、皆さん、いい夢を。